これからブアガジャという左側にルクツはあります。グアガジャというのはグア のルクツのことで、ガジャは城のことでございます。そして中に入ったらまっすぐ行って左側曲がって彫刻をあって、あそこは城の神様はガネサという彫刻はあります。日本語でお金の神様みたいというですね。それからまたもう一つ右側にあるところはリンガというあります。三つありますよね。トリリンガというです。一つは赤いのはブラッマという木の神様で、真ん中は白の色はウミスの神様でウィスヌというです。もう一つは黒の色は火星の神様シワというです。また一つの村でもどって、そのそれぞれの三つの神様はお寺あります。